どうもーよろしくお願いします。サミです。ありがとうございます。CM まで私の手の中にあります。ありましたね。すごいですね。掌握してますよ。自己紹介しましょうか。はい、僕の名前が高倉亮で、どちらかというとお父さんにです。よろしくお願いします。俺の紹介、そして相方久保高政、お雑煮です。何か似てるとかじゃねえよ。よろしくお願いします。まだ正月には気がちょっと早いですけどね。でもね、もうね、2020年もあと2日ですよ。いや、2019年ね、2019年もあと2日、19年もね、あと2日なんですよね。元号もね、今年変わりました。変わりましてね、令和から何になったんでしたっけ。気が早いよ、変わって令和になったんだ。でね、オリンピックも終わりましてね。まだ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 、ね、まだ、あれ、まだオリンピック終わってないんですよ。あ、終わって来年始まるから。あ、そうなの。ずっとお前は先々のこと言っちゃってるから、いや、でも終わりましてね、桐生がね、100m5 秒台出しましてね。すげえ速いじゃねえか桐生、めちゃくちゃ速い。金メダルだよお前、銅メダルでね、終わりました。もっと速いやついいのかよ。お前じゃ見てきたのかお前。札幌でね、マラソンやったけどね、50度超えちゃったんですよね。東京でやればよかったみたいなね。地球が終わっちゃう、地球が終わっちゃう。あと閉会式で江頭さんやっちゃいましたね。何があったんだよ、めちゃくちゃ見たいよ。いや、やっちゃいました。お前どうしたの、未来からやってきた男か、お前はな。いろいろね、今年はありましたよ、いろいろね。今年じゃないんですよ、来年あることですから、お前もう先からやってきたやつが語り口だから、違う、今年いろいろまあ、あったって言っても、年末一週間で意外と何にもないですよね、毎年ね。でもね、今年はね、滑り込みでね、大きなニュース結構入ってきましたよね。おー、ありました。ひこまろさんが来年から YouTube 始めるっていうね。知らねえよ。大きなニュース入ってきましたよね。あとは俳優の瑛太が永山瑛太に改名、ね、どうでもいいよ、本名でやりたいかどうか知らねえけど。あとは三山ひろしが紅白で使うけん玉、自腹で買ってた。知らねえよ、本当に。あのニュースが飛び込んできましたよね。本当に知らねえよ。自分で買ってたんだっていうね。そんな驚かねえよ。言っても1000円ぐらいだろ。いや、もっと高い、もっと高いんだけど、そういうことじゃないんですね。例えばね、なんだろう、ギリギリで言えばもうバカリズムさんがご結婚とか。とつぎのね、ネタね、全部多分知らないよ、どっちがどう入ってるか知らないけど、多分相手がとついてきたんじゃない。そう、元ね、電波組ってアイドルの夢見ねむさんって、はいはいはいね、三重県で生まれの漫画家目指しの多摩美術大学入りのメイドカフェでアルバイトしのアイドルなりの卒業しの突撃のネタみたいになってるけど、あと夢見ねむに詳しいなお前よ。アイドルになりのファンの人をたくさん増やしのファンに夢見させてお金をめちゃくちゃ使わせの突撃の最後感じ悪すぎる。言い方考えろお前、夢与えてんだから素敵な職業だろアイドル、日光東照宮行きの華厳の滝行きの鬼怒川温泉入りの栃木の、栃木のみたいに言うのよお前。栃木の CM いいよ別に、やんなくてよ。いやでもね、ファンの人ね、アイドルファンとかニノの結婚の時もそうだったけど、ちょっとねショックを受けると思うんですよね、アイドルが結婚したらね。ああ自分が好きだからってこと、そう自分がね好きじゃないアイドルが結婚してもまあなんとかね幸せになってくださいって思うんだけど、自分が一番推してるアイドルが結婚したらもうショックすぎて何もできなくなる気持ちは分かる。あ、分かる分かる。誰かその推す人がいたらそう、いや俺がね推してるあの人が結婚したらもうショックだもんね。あ、いるんだ。そう、誰、島崎和歌子。いやもういいよ、大丈夫だよ和歌子さんは。大丈夫だよ今のところ。大丈夫だし、大丈夫だよ。なんか言葉を選ぶけど、多分結婚してもおめでとうって思えよあの人の場合は。思えないよ。いや、なんその、ツッコミが複雑だよ。なんて言っていいか分かんないよ俺の好きな人。あと分かんないけど、あの人アイドルじゃねえし、推しって言うなよあの人のこと。いやいや、誰を推してもいいだろ。いやいや、ファンでいい。誰も好きになってもいいんだから。あと分かんないけど、お前の口から島崎和子さん好きって初めて聞いたから大好きだよ。だからね、動揺してるよ俺が。好きすぎて一度同じ事務所に入りかけたんだから。あったけどな、ちょっと。いや昔あったんだね本当に。ちょっと入りかけ、本当に19年20年前ぐらいな、同じ事務所この紹介していただいてネタ見せね、しました。いいんですよそんなの。そうですか。ショックかもしんないけどな、島いろんなことありました、ね、いろいろあったけどね。最近だとね、なんかイノシシがね出没するニュースがすごいありましたね。ね、都市型イノシシって言うんですか、都会に。そうアーバンイノシシって言われるんですよ。こう都会に出てきたアーバンイノシシってめちゃくちゃかっこいい名前だってね。俺も北海道の田舎から東京出てきたアーバン漫才師っていう、ね、いやアーバン漫才師って言ればいいんだよね。いやそういうことじゃないと思うんです、都市型ですから、ね、中国の田舎料理でね、鶏肉の前菜みたいのが東京に出てきたからアーバンバンバンジーっていう、ね、バンバンジーだよそのまんまよ、アーバンバンバンジー言いたいだけだろお前、いやバンバンジーはバンバンジーだろ、イノシシ
士がねこう出るっていうニュース結構やってました、ね、いやなんで今年から急にそのニュースが増えたんでしょうかね。なんか、うん、台風とか、うん、そういう影響によって食べるものがなくなってきたから食べるものになるこの都心に降りてきたんです、うん、あのテレビ出演が減ってきて食べるものがなくなってきたから YouTube に降りてきた芸能人と一緒かな。何と一緒にしてんの、うん、今いやいや YouTube がやるとそんな今すごいですよ、うん、YouTube だって。でもまあまあ食べるものを探してねこうね場所を移動するっていうのは悪いことではないですからね。確かにね、うん、確かにそれはね、うん、でもねもともとそこに行った人たちがちょっとね邪魔だったりとかねもうなんか煙たがったりしたりもするんですよね。これイノシシの話 YouTube の話どっち。うんでねたまたま見つけた残飯をね食べてしまったりするんですよ。あイノシシの話な。うんでその残飯を食べてる動画を上げても再生数は増えない。これ YouTuber の話なのこれね。うんいやまさに残飯の福袋や。彦摩呂さん来年それやんないよ絶対。何の配信しようと思ってんの、うん、絶対やらないよ。あやんないですか。いやでもねもうイノシシに出くわした時どうすればいいかなと思ってね。いやだからその怖いですよイノシシを興奮させたりとか、うん、近づいたりとかしない方がいいんだって。あそうなんですか。不用意に近づくと一番危険だ、うん、あじゃあ自分で持ってるこうねイノチュールみたいのなんだ。イノチュールって渡せば大丈夫。チャウチュールじゃないんだよ、うん、こういうこういいのいいの見たことないの。イノチュールいいのいいのってなんだよ。そこはチュールチュールイノチュールいいだろ別にいいのいいのそこまでいいんだよ、うん、そんな歌まで買い上がっていいんだよお前なら先に言ったの、うん、イノチュールいいのいいのってね不要に近づいたりとか興奮させない方がいいんだよ、うん、ただ急激に現れたらこう曲がり角を曲がった瞬間にイノシシいるとかあるじゃん。不意のイノシシ。あ不意のイノシシ。うん不意のイノシシって曲がり方でそのなんか少女漫画のスタートじゃねえんだもん、うん、いやいや急にね曲がり方でぶつかっちゃうかもしれないでしょ、うん、あぶつかっちゃうかもしんねえ。俺がイノシシイノシシが俺でみたいな転校生みたいになってんだよお前、うん、そんな野道サブサクみたいなやつねえんだよ、うん、エレベーター開いたらイノシシとかあるかもしれないじゃん。よく入ってきたねイノシシ、うん、改札開いたらイノシシみたいなあるかもしれない。先に気づけよお前改札開く前あイノシシいそうだなって思うだろ、うん、カラオケ歌ってたらイノシシ入ってくるみたいなあるかもしれない。完全店員だろこのジェスチャーはよ。不意のイノシシは怖えんだって。不意のイノシシって、うん、いやだからとりあえずこの目線をそらさないでね、うん、背中を見せずにこう後ずさりとかするとか、うん、興奮させないとかそういういろいろあるのよ。いやちょっと分かりづらいからちょっとやってみて。お前イノシシやって。俺が、うん、じゃあ俺曲がったらイノシシみたいな。いやージビエ料理食べてえなー。どっかにいいイノシシもいねえかなー。はぁ狙ってんのよそいつよ。そいつ狙ってんだろお前、うん、ジビエ料理がなんとかって口走ってんだよお前、うん、狙ってないんだよ。漫才師の高倉でいいんだ。漫才師の高倉、うん、いやー漫才ってやっぱり面白いよなそうでかいことじゃん。あー中でも一番面白いなカウスボタン師匠だなボタン、あボタン鍋食べたくなってきたなはぁはぁじゃねえよいいよ、うん、そのボタンボタンとかそのイノシシのこと考えなくていいんだよ。そんなやつほとんどいねえんだよ、うん、あそうなの、うん、いやー寒くなってきたなこんだけ寒かった来年の8月にはどんだけ寒くなるんだ。ちょっと待って一人言がうるせえよお前まずよマジそんないやそんな漫才師見たことねえ、うん、静かにやるけど、ね、いやーよしあよし興奮すんなよ興奮すんなよ絶対に興奮すんなよ。ダチョウクラブか俺はよダチョウさんのパターンだろこれ。イノシシが喋っちゃうこれ今クボ動画撮ろうどうなのに。クボいや分かりづれえんだよ。座ったらイノシシ、うん、立ったらクボ立ったらクボ、うん、パッパラカワイみたいな言い方すんなお前立ったらクボだよ覚えとけお前、うん、いいんだよ落ち着けばよ、うん、まあ、うん、背中を見せないで後ずさ、うん、これ大事だから、うん、いやー角曲がろはぁ、あ、いいのいいイノチュールねえってだからなんだいいのいいのいやいやお前が言ったやつだいいの引っ張られてんじゃねえかお前イノシシが喋ってねえ俺クボ分かりづらい座ったらイノシシ立ったらクボ立ったらクボパッパラカワイみたいに言ったからいいんだよパッパラカワイみたいお前、うん、パッパラカワイの言い方そんなに下手なことあるかも、うん、などうすればいいんだよ、うん、なんだよ後ずさえ目をそらさない、うん、背中を見せずに後ずさえ、うん、よしじゃもうウエストサイドストーリーかどうかも分かんないよお前よなあやめてくれよお前。いやもうイノシシあったらもう覚悟決めるわもう覚悟決めるじゃねえ、うん、イノシシに会ったら、うん、注意しましょうイノから注意。ああはい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 。じゃあ来年の干支でそう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 もういいわ。いやもうは再来お前やっぱ未来から来ただろう。どうもありがとうございましたありがとうございました。